前回のカツクラ、エンドにエンダーマントラップを作ったのはいいんだが、みんながいろんな場所に散らばってしまう。そこで対策を講じてみた。結果、全然役に立たない。なのでエンチャント台の改造もしてみました。ここだけはうまくいったぞ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。おお、またなんか動きましたね。まあ、いっか。いやー、皆さんもどうですか？前からされておりますでしょうか？いやー、これやるとわかりますよね。やっぱほんとね、いろんなことが難しい。ただね、やってけばやってくほどですね、腕は上がるもんなんでございますよ。もうこの数くらいもね、もう460何か。いやー、頑張ったよなー。あ、ほんでですね、そうだ。前ですね、このパートは濃いくら、薄くらみたいなね、質問したことあったんですけども、結果をお教えいたしましょうかね。結果はこれです。今回の内容は、薄くら 85%、濃いくら 14%。ま、待てよ。45,619 薄くらってなんだよ。おちょ、読み間違えたのかな？いや、そうだよな。いや、みんなちゃんとアンケートの文字を読んでから投稿しないとダメだぞ。というわけで本日もですね、濃いくらな内容をお届けしたいなと思うんですけど、あ、気づいちゃいました？いやー、な、ちょっと行ってみましょうか、これね。いやー、ちょっとね、私も頑張るんですよ、たまにはね。やっぱりスケルトンの音すんだよな。どこなんだろうね、本当にね、不思議だわ。まあ、いや、今日本日も忙しいからね、ちょっとあっちの方に参りましょう。ぽい、ぽい、参ります。ぽいっと。さあ、進んでいきましょう。バイバイ。あ、よい。ちょ、どいてくれよ、ちょっと。取れねえよ、ちょっとが。あ、くそ。よし、ここまで来たらもう大丈夫でございましょう。では、参りまーす。いけい。さあ、トンネルの下をくぐって、ポン。おー、スイッチオン完了でございます。さあ、ここを登ってからの、ぽい。ちょ、待て、危ないよ。ちょっと待ってろ。あ、しかも夜になってしまった。あ、でもちょうどいいかもしんないな。ついでにちょっと見せておきますかね、あっちの方ね。もうなんかね、上に見えると思うんですけども、あれ別にね、YouTube のね、再生マークじゃないからね、あれはね。ちょっとね、今回は仕掛けも作ろうと思うんです。どこだ？あった。これでも投げ入れましょう。ほんで、屋根の上に、ポーン、完璧でございます。はい、もう皆さんなんとなくわかりますかね？前々からリクエストのあったやつでございます。それがこれです。帯電クリッパーでいろんなヘッドを手に入れて店に置いてはいかがですかと。そうなんですね。帯電クリッパーで、頭を手に入れてほしいっていうリクエストが多いんでございますよ。というわけでちょっとね、作ってみてなんです。参りましょう。さあ、こちら、雲の上までこう上がっていきましてからですよ。大丈夫か？もんちゃん湧いてないかな？変なとこに湧いてるとね、落ちてやられちゃうからね。はーい。あ、大丈夫でございましたね。そして湧いてらっしゃる。はい、これですね、一応、帯電クリッパータワーでございます。ただ、もうちょっとがね、未完成ではあるんですけども、結構これね、みんながさ、投稿してるから、どこら辺が大変なのかをね、見極めることはできましたよ。まず、ああいうのは邪魔なんだよね。ぽい。よしよし。あ、一撃強いな、これ。えい、てい。あ、やべ。ちょっと失敗だな、ここもね。くもちゃんも、ちょっとやっておきまして、いろいろね、ちょっと、頑張ってね、作っていきましょう。まず、あいつだけはね、しっかりやらないといけないよな。ちょっと待ってろ。てい。大丈夫か、こっちは。な、今のうちにね、ちょっと待ってろ。これで、扉を作って、ちょっといろいろね、小分けしていきたいなぁとは思ってるんですよ、これ。大丈夫かな、これ。あ、まずい、あ、まずい。危なかった。ちょっと今、いい感じにね、ちょっとね、扉設置したかったんだけど、危なかったね。よし、もう片付いたかな。手前の方にね、置いておきましょうか、これ。手前にね。ぽい。今でも大丈夫。あ、雲は来たね、雲はね。せい。待って、結構危ないね。よし。やった。とりあえずですね、これでね、安全は確保できました。ただ、こっからでございますよ。結構ね、まあ、帯電クリーパーできた時もそうなんだけど、余計な敵がいっぱいできてしまう。それで弓矢で倒すのもね、大変な時がいっぱいあるみたいなんだよ。だからね、余分な人は流せるようにね、改造していきたいなと思います。まずはね、ここだよな。あ、やべ。なんかいろいろね、大変なことになってんな、これ。ちょっと待ってね。
まずここにはどうしようかな。まずここディスペンサーでしょう。ほんで一応ね、マッツの扉も上に置いておきましょう。ここで出入りできるような感じにするといいのかな。ではまずはここからでございます。これね、上でね操作できるように、ただね繋げばいいと思うんだ、ここら辺はね。あとは上の方にちょっと持っていくだけだよね。はボタンを置いて、これつなげていけばもう届くんじゃねえのかな、あれね。よいしょ。ではね、カチッと音が鳴るのか試してみましょう。扉が開くね。まあいっか。ただ雨まだ降んないな。本当にこれ条件難しいらしいだよな。もうこれはね、作業しながらじっくり。危ねえな、下にいる。チュルチューンがいるわ、チュルチューンは。見えた。よし。まずは一つ出来上がり。ほんで、ここで、ゾンちゃんたちは燃え尽くされるっていう寸法でございます。ここもガラスを敷いて、ではね、ちょっと次の作業を向かいましょうか。あの人たちね、ごめんなさい。今回は全員邪魔です。さあ、よし、行ったぞ。テイト。さあ、ここもね、結構問題だと思うんだ。だからね、やっちゃう。どうすんのかというと、いけるのかな、これ。こうでしょう。で、こっからね、水で流すシステムなんだけど、まず、ここ穴も開けるよね。あとはね、このディスペンサーが足りるかどうかなんだけど、いけるかな。よいしょ。よーし、完璧だ。あとは、ちょっと待って。よし、無限ができたぞ。ね、ちょっと組んでね。よし、最低こんぐらいは必要だと思うんだ。行きましょう。ほいっと。よし、できたぞ。ただ、ね、問題はね、この下なんだよね。よいしょ。この下にうまいこと配線しないといけない。これどうやると思う？簡単なんだよ、これ。こっちの方からちょっと頑張ってみようかな。まずですね、水垂らしまーす。はい、もう、あとこっから簡単ですよ。こっからね、そうですよ。こう流れて、いい感じのところで、ちょっと待ってね。全部で何マス必要なんだったっけな。3マスだな。ほい。で、ここからは、やばい、推進する。もう、あともうちょいだな。もうちょいだけ頑張ろう。ぽい。で、ここに、よし、もう完璧。もう大丈夫だ。よいしょ。さあ、ここからですね、綺麗にね、配置の方頑張りましょう。よいしょ。こっちだな。うん、合ってる。完璧。完璧牧場です。ほんで、あとは、これをね、ちょっと交互に仕掛けていって、こうか。ほんで、これが届くかどうかなんだけど、届かないよな、多分な、これな。ちょっと、様子も見ていきましょうね。仮にね、こうして、こうすると、わかる。絶対届いてないよね。ここから、よいしょ。こう戻せばいいのかな、これ。よいしょ。こうかな。合ってる、これで。なんか変な形になっちゃったけど、合ってる？チェック。ぽい。あ、多分行ったね。あ、行ったけど、リピートされちゃった。ダメじゃん、これ。ぽい。真面目にやりましょう。こうして、ここ一回寸断しないとダメなんだ。こうか。こんでいいのかな？ぽい。あ、行った気がする。うん。行ってる。あ、完璧だね。ほんで、ここからの、レッドストーン。多分、こんでね、あ、やばい。これ上、水出ちゃうんだ、これ。ま、ここまでは完璧だよね。ほんで、これで切れたら完璧？切れたかい？あ、完璧だね。ではですね、ここにリピーター一発かまして、綺麗にね、上に上げていきましょうか、これね。ただ、変にね、湧いちゃうと嫌だから、これね、側面ぐらいに適当にね、ワッキーしておこうか、これ。よいしょ。で、ここから、つなげていきますよ。つなげて、ポイッと。さあ、上までつなげるぞ。ほんで、蓋をして、はい、という感じで多分完成でございます。25マス離れるとというか、動くかな？いや、もうちょっとね、湧いてからね、やりましょう。まず25マス離れるのがね、この位置ですね。ここからですね、ちょっと敵の発生を見ていきましょう。あ、
くもちゃんも湧きましたね。素晴らしい素晴らしい。あ、ほんでこれ128ブロック、あの地上からね、128ブロックっていうのは、あの下の方でモンスターが湧かず、上だけでモンスターが発生する状態で、湧き効率がいいという感じでございます。あ、いい感じに湧いてきたわー。では早速試しましょうか。あの黒いエリアの方には誰もいないけど、あっこには余計なもんがいるから、やべべべべべべ、届く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 、危なっ。ちょっと待って、ギリギリ届くんのかあれ。ちょっと待って、あれは気をつけないといけないな。ちょっとね、柱じゃないけど、一応見えにくいように、ここにも細工しておこう、これ。危ない危ない。よいしょ。これもちょっと1移動だな。ああ、危な。これやっぱ前のね、1枚のこのシールドは重要だね。で、ぽい、ぽい、ぽい。ぽい、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 よいしょ。ではね、まあまあ、クリちゃんもいるけど、まず一発試してみましょう。せーの、ぽい。お、あ、来た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 。あ、完璧だわ。うん。あ、いらないもん削除できたね。よいしょ。じゃないですか。で、この下にはまだ誰もいないんだけど、これでもね。あ、あん中に、あん中に仕掛けるの忘れた。ちょっと待ってね。ここは今まだ大丈夫だからね。入れるの忘れてたね、これもね。よいしょ。よいしょ。な、このタイミングよくね、雷雨とか来ねえかな。確かここはね、雨が降るバイオームだとは思うんだけども、バイオームがプラインツ。行く場所だよね、これはね。まぁ、ちょっと一晩だけ待って終わりましょう、今回は。おや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 。朝になりましたね。そうやって、今燃え尽けるシーンをね、撮影することできなかった。あとは、行きましたね、クモちゃんね。はい、とまあですね、こんな感じでございました。いや、とりあえずですね、多分これで原理はいいと思うんですよ。あとはね、雷雨があって、さらにそれがね、クリーパーに当たることを願って、やらないといけないみたいでございます。いやー、これどうしよっかなー。マスオくんのやつ見てるとね、すごい大変だったみたい。だからね、基本的には雷雨があった時に上に登って、このクリーパーの発生とかね、そこら辺を狙うのがいいみたいでございます。それ考えると、この辺りを改築していくのもいいのかもしれませんね。どうしようかな。でも自分の拠点もやりたいしね。あ、アンケート取っておこう。もしかするとね、またこの後やって、退店できちゃう可能性もあるけども、発展させたいのはどれみたいなアンケート取っておきます。今ですね、この辺りの拠点、最初の拠点、もしくは勝村、もしくはマンション。さあ皆様、アンケートの方ね、右上の方に置いておきますので、もしよかったらよろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。